こんばんは。だいたい月曜日の恒例サンデーブレイクのお時間がやってまいりました。このサンデーブレイクでは日本が誇るクオリティペーパー朝日新聞の論調を紹介しています。ということで今週は世論調査を見ていきたいと思います。 G7 広島サミットが大成功に終わったので結構支持率も上がるんじゃないかなと思っていたんですが、最新の朝日新聞の世論調査を見ると内閣支持率は前回から 8% 上がって 46% になっています。不支持は 3% 下がって 42% です。朝日新聞の調査なのでちょっと政権に対して厳しめな数字が出がちなんですけども、ついに支持するが上回ってきましたよ。ただ週刊文春の報道で岸田総理の息子の問題が出てきましたよね。親族が首相公邸で忘年会をやっていて、老いと思われる男性が食べ物を手に寝そべるような写真まで撮っていたと。 1,2 歳くらいの子供がやってるなら可愛らしいのかもしれないですけど、これもうそこそこの年齢でしょう。しかも撮影されたのが私的な居住空間ではないですからね。赤絨毯のあの例の階段というのは公的なスペースなので、まあね、そこでこんなことするのはどうなのかっていう話ですよ。この問題について世論調査では聞いていて、大いに問題だは 44%、 ある程度は 32% で、合わせて 76% が批判的に見ていると。この件が直前になければもう少し支持率も上がっていたんじゃないかと思いますよ。今のところ正直言ってこの総理の息子が秘書官やってるっていうのは誰もね、実力で勝ち取ったって思ってないんですよ。こんなの完全に総理大臣の息子だからやってるわけですよね。世襲を全て否定するわけではないですが、ちょっとこのね、世襲の悪いところ出てないですか。世間の評判を覆すために奮起するならわかるんですけど、これではちょっとね、あの寝そべっていたのは息子じゃないにしてもちょっとまずいのかなというところですよね。朝日新聞は社説で忘年会の件を厳しく批判していますね。28日の社説、皇帝忘年会、世襲が生む公私混同から見てみましょう。昨年末といえば安倍元首相の国葬の強行や、次々と発覚する世界平和統一家庭連合と自民党との関係、四閣僚の相次ぐ更迭などで岸田内閣の支持率が大きく落ち込んでいた時期である。国民の厳しい視線が注がれているというのに緩み切った振る舞いは信じがたい。首相を支えるべき秘書官としてその資質を疑わざるを得ない。これはまあ確かにね、私的なスペースでやる分には別にいいと思うんですけど、やっぱあそこでやるのは問題だし、っていうかバレると思ってないでしょうね、こういうのね。完全に自業自得なんですが、岸田総理も息子に苦労しますね。もちろん岸田総理本人は自分の息子は立派だと言うでしょうけれども、まあなかなかね、このままだと政権全体への迷惑にもなります。まだ翔太郎氏は若いですから、一回ちょっとこう職を辞するってのもまあ、手段の一つなのかなとは思います。そして立派な息子になるために自分を奮い立たせるっていうね、それが大事ですよ。でですね、まあ、衆院解散もあるんじゃないかと見られている状況なので、今回の世論調査では比例の投票先も聞いているんです。そしたらやっぱり維新に勢い出てるなというのと、立憲の失速が見えますね。朝日新聞社が実施した全国世論調査で衆院選の比例区投票先を聞いたところ、自民 36%、 維新 17%、 立憲 10% などの順だった。この質問をするのは前回衆院選があった2021年10月以来、立憲が結党された17年10月以降で20回目となるが、維新が立憲を上回ったのは初めてだ。年代別で見ると維新は立憲を全年代で上回り、特に30から50代では2倍以上の差をつけている。無党派層の比例区投票先は自民が 20%、 維新 15%、 立憲 11%。 地域別に見ると近畿では維新が 33% と自民の 25% を上回り、立憲はわずか 7%。 関東では自民 38%、 維新、立憲がともに 12% だった。次の衆院選で野党第一党になってほしいのは維新が 44% で立憲の 32% を上回った。衆院選で野党が協力すべきだは 47% で、そうは思わないは 43% だった。まずやっぱ自民党が強いってのはありますよね。これもう見ると圧倒的ですよ。しかしどうですか、単純に維新が立憲を上回っただけじゃなくて全年代で上回っていると。立憲民主党といえば高齢者からの熱い支持というイメージがあるんですけど、いや、その高齢者にも見放されてしまったんでしょうか。となるとかなり厳しい状況ですよ。今やばいってのは立憲の議員たちもみんな認識していると思うんですよね。
それゆえに維新叩きが活発です。なんとかその野党第一党の座を守りたいという思いは伝わってくるんですが、まあ自民党叩き維新叩きやっても立憲には入れないからね。いい加減そこは気づいた方がいいですよ。でこの現状に対する危機感を抱いているのは朝日新聞もそうだと思うんですよね。朝日新聞はやはり左寄りなので、まあ、維新なんかは NG なんですよ。なので今後もですね、維新に何かあるたびに社説とかあらゆるところで批判していくというのはあるでしょうね。というかすでにありますよ。梅村みずほ議員の件は社説でやりましたし、今週は大阪府議団代表のセクハラ問題も取り上げています。地域政党大阪維新の会で大阪府議団の代表を務めていた笹川修府議が党所属の大阪市議の女性にハラスメントを重ねていた、性的な関係を迫ったり先輩としての立場を誇示して威圧したりするメッセージを LINE で送るなどセクハラやパワハラ、ストーカー行為にあたる8年前の言動が文春オンラインの報道で明らかになった。女性は市議に初当選した直後だった。当時の松井一郎幹事長に笹川氏のつきまとい行為を訴え、松井氏が笹川氏に指導した結果収まったという。女性市議は今回の報道内容を認めた上で、一連のことは区切りがついているとしている。しかし住民の代表としてハラスメント防止の先頭に立つべき議員の不祥事であり、維新の政党としての責任も問われる。同様のトラブルって今後もね、必ずありますよ。というのも維新は急拡大しているので、それいいことでもあるんですけど不安要素でもありますからね。統一地方選挙では地方議員が700人以上になるという快挙を成し遂げましたし、で今衆院選やったら、まあ、そこそこ取るでしょう。ただ一気に当選者増えていくと、まあそのね、候補者も多数出すから審査も緩くなりますからね。当選後に問題を起こして党全体に迷惑をかけるなんていうパターンも考えられます。維新の場合地方選であれだけ当選させてるわけですから、今後の衆院選の人材いるのかなっていうのはあります。かつて自民党も第二次安倍政権の勢いで当選した新人たちが魔の二回生とか言われていたでしょう。なんかこの言い方がもう男塾っぽいですよね。維新も勢いがあるからこそ不祥事には気をつけなければいけません。まあゼロにはならないと思いますけど、だってねこういう8年前の話とか出てくるならもう正直ねすごい大量の爆弾抱えてると思いますよ。あとは鈴木宗男という不安要素もありますし、一筋縄にはいきません。いや苦しいですよね、朝日新聞っていうのは。自民党も嫌だし維新も嫌だし、かといって立憲も微妙だしっていう、いやいい時代になりましたよ。ということで次に行きましょう。次は読者投稿欄声からですね。まあ、基本お花畑を載せてくるのが声の欄なんですけど、たまにねすごい真人間の投稿が採用されるんですよ。25日に掲載されたウクライナ支援を確認し成果というタイトルのものはですね、これ70代の方が書いているんですけど、あのサミット評価してるんですね。私はサミットは良かったと思う。核に関しては現実を見る必要がある。日本が核兵器禁止条約に参加しても果たして中国や北朝鮮は参加するだろうか。核を持つ国が周辺にある状況で米国の核の傘の下で国の安全を確保するのは妥当だと思う。一市民が理想を語るのはいいけれど、一国の首相ともなれば理想ばかり追うことはできないだろう。ウクライナ情勢でも現状のままの即時停戦ではなく侵略したロシア軍の撤退が大前提だ。そうでなければウクライナ国民も受け入れないだろう。侵略が少しでも成功したような結果であってはならない。いや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 、まともすぎませんか。めちゃくちゃその通りなんですよね。鈴木宗男さんみたいにまず停戦とか言う人いるでしょう。だけどまずはロシア軍の撤退なんですよね。なんでこんな簡単な話わからないんでしょうか。いやこの声は素晴らしいですよね。ただ朝日新聞こう連日読んでると、これはもう完全にアリバイ工作でしかありません。こんなまともな意見なんてね、朝日新聞読者も納得しないんじゃないですか。バカの一つ覚えみたいに核禁条約がって言ってた方がやっぱり朝日新聞らしいですよ。まあ個人的にもね、ぶっ飛んだ意見の方を求めてしまってるっていうのもあるんですけどね。面白さ重視というか。ただ多分それ書いてる人ってね、大真面目に書いてるだろうし、一定数それを鵜呑みにしちゃう人がいるから、やっぱ人間ってわからないし、分かり合えないなという感じですよね。というところで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。